奥様のお電話番号でお間違いないですか？え？奥様と言われても夫は。私が亡くなった夫のことを思い出していると、警察の方はいきなりこんなことを言った。交通事故でご主人を緊急搬送しました。一体この人は何を言っているのだろうか。夫は2年前に亡くなったのですが。私の名前は上村葵、34歳の会社員だ。現在は実家で両親と5歳になる息子の健太と4人で暮らしている。夫の勇気は2年前に亡くなってしまい、私は両親のサポートを得ながらシングルマザーとして息子のことを育てている。もともと専業主婦だったのだが、こうして会社員として働くことができて本当に良かったと思う。まだ夫が生きていた頃は、夫は会社員として一生懸命に働いてくれていた。私は子供ができたのをきっかけに専業主婦となり、それからは私が家庭を守り、夫が大黒柱として家族を支えるという役割を受け持っていた。お互いに子供のことを第一にしながらも、それなりに夫婦でも仲良く過ごしていた。幸せな一家としてこれからもいろいろと思い出を作っていくのだろうと私はそう思っていた。そんな中、ある日夫に海外出張の話が舞い降りてきた。まだ健太も小さいけど、俺頑張ってみたいんだ。期間は5年だから単身赴任という形になるけど、それでもいいかな。確かに息子が生まれたばかりだからついていくわけにもいかない。わかった、健太のことは私に任せて。ありがとう。海外だからなかなか帰国することはできないだろうけど、頑張るよ。私は寂しかったが、仕事でステップアップしたいという夫の意思を汲んで応援することにした。それからは単身赴任の夫と頻繁に連絡を取りながら、息子と2人で日々を過ごした。夫がいないことが寂しくてしょうがなくなるかなと思ったが、息子がかなりわんぱくであちこち動き回るので、子育てに追われていたらあっという間に時間が過ぎていった。赤ちゃんの頃は夜泣きもひどかったし、気がつくとどっかにテクテクと歩いていってしまう。だから意識を常に息子に向けないといけなくて、夫とゆっくり連絡を取ることもできなかったのだ。時差もあるから、夫が電話ができるタイミングがちょうど息子を寝かしつけたり、ご飯の時間になることが多い。そのため連絡は基本的にメールが多く、夫の仕事が休みの日にゆっくりとテレビ電話をするという感じだった。そんな感じで子育てに追われていたので、あっという間に1年の月日が経った。夫は正月のタイミングで1回帰国してきた。どう？海外出張は。もう新しいことばかりで頭がパンクしそうになるよ。でもやりがいもあるし頑張るよ。そっか、無理しないでね。ああ、ありがとう。健太もすっかり見ないうちに大きくなったな。ここ1、2ヶ月は電話もできなかったもんね。子供はあっという間に成長するわ。健太、パパだぞ。パパ。お、今パパって言ったよな。うん、言ったよ、初めて言った。健太は賢い子だな。私と夫は久しぶりの再会に興奮していたのか、ちょっとしたこともすごく大げさに喜んでいた。夫が滞在できるのは約2週間近くあったので、その間にお互いの実家に顔を出したり初詣に行ったりして、とても充実した日々を過ごした。あっという間に夫が海外に戻る日が来てしまい、私はまたしばらく夫に会えなくなるのがすごく寂しかった。息子と一緒に夫を空港まで見送りに行き、また会える日まで我慢した。最初は夫がいないことが寂しかったが、再び子育てに追われる日々を過ごしていると、あっという間に時間が過ぎていく。息子はどんどん言葉を覚えていき、それに伴い歩けるようにもなって行動範囲が広くなった。それはつまり、もっと気をつけてみないと勝手にどっかに行ってしまうというわけだ。一人で面倒を見ているので、息子のことは私が守らなければならない。産後太りなんてものとは無縁なくらいカロリーを消費するので、私はむしろ妊娠前と比べて痩せた。それからなんだかんだでまた1年が経った。今年も夫は帰ってくると思ったのだが、年末が近づいた頃、夫からこんな連絡が入った。ごめん、仕事が立て込んでて年末年始に帰るのが無理そうなんだ。
え？私はとてもショックだった。この前の正月から約1年間私は夫と会えていない。それに夫は仕事が一気に増えたらしく、テレビ電話をする回数もかなり減っていた。私は正月に会えるからと我慢していたのだが、それが叶わないと知り、ものすごく寂しかった。そっか、でも仕事なら仕方ないよね。私はものすごく落ち込んだ。でも夫は私たちの生活を支えるために頑張ってくれているのだと言い聞かせた。せっかくなので私は早くから実家に帰り、両親と一緒に年末年始を過ごした。父も母も孫と触れ合える期間が長くなって嬉しそうだった。それから新年が始まり、私は相変わらず家事と子育てに追われる日々を過ごした。息子は2歳になってからどんどん成長していき、今は元気に家の中を走り回っている。私は息子の成長を微笑ましく思いながら、毎日一緒に散歩に行ったりお買い物をしたりして、息子と2人の時間を楽しんだ。だが夫との連絡のやり取りはどんどん減っていた。仕事がかなり忙しいらしい。最初こそ私からメールを送ったりしていたが、返事が返ってこなくなったので、仕事が忙しいのだろうと思い、あまり負担にならないように送らなくなった。そして今年もあっという間に時が過ぎていき、年末が近づいてきた。今度こそ会えるよね。私はちょっと不安になって夫にメールを送った。だが返事は返ってこない。そして年末になって夫からメールが返ってきたのだが、なんと今回も仕事が忙しすぎて帰れないとのこと。それはさすがに激務すぎやしないだろうか。ちゃんと食べれてるの？一人で辛い思いをしていない？少しでも声を聞けたら安心すると思うから、寝ててもいいからテレビ電話をしない？私はそのような返事を送った。だが夫からそれ以降メールが返ってくることはなかった。仕方なく私はまた夫がいない正月を過ごした。自分の実家にも行ったし、今年は義実家にも足を運んだ。夫がいなくても義両親は孫とは会いたいだろう。義両親は孫と楽しそうに触れ合いながらも、息子である夫がなかなか帰国しないことを心配していた。私たちからも連絡は入れてるんだけど、一言二言返事が来るだけでね、大丈夫とか分かったとかしか返ってこないから心配で。義両親も夫とはあまりやり取りができていないようで、不安に思っていたようだ。そしてそんな中、まさかの出来事が起きた。ある日私のもとに夫の会社から電話がかかってきた。落ち着いて聞いてください。今海外支社で働く別の日本人から連絡が来たのですが、旦那さんがお亡くなりになられたそうです。え？私は一瞬何を言われたのかわからなかった。どういうことですか？私が詳しく話を聞くと、夫は気分転換に同僚とシュノーケリングをしに行ったそうなのだが、夢中になっていたところサメが来ているのに気づかず食われてしまったらしい。同僚は休憩がてらビーチに戻っていたそうなのだが、夫はその時もう少し泳ぐと言っていたそうだ。救命ボートが動くのを見て何事かと思ったら、夫がいる方向に走っていったので、同僚の人はもしかしてと思いライフセーバーの人に話を聞いたところ、サメに食われた跡があるのを発見したとのこと。私は頭が真っ白になった。夫が死んだ？いやいや、そんなの人違いだろう。そう思いたかったが、一緒に海に行った同僚がそう語っているのなら真実なのだろう。私はすぐに義両親に報告した。二人とも顔を真っ青にして膝から崩れ落ちていた。夫の会社の上司がやってきて私たちに謝罪をしてきた。だがプライベートでのことなので会社側には落ち度はない。私たちもさすがに謝りに来た上司を責めることはできなかった。それから私たちは夫の葬儀を行った。夫の遺体がないので思い出の品をそれぞれが持ち寄り棺の中に入れた。息子はまだ3歳になったばかりなので、死というものがわからない。おとなしくしていないといけないことがストレスだったようで泣き出してしまったので、義母の妹さんが気を利かせて外に連れ出してくれた。
私と義両親は夫を失った悲しさだけではなく、夫の体がないということが余計に悲しかった。だがこれから私は夫がいない状態で息子を養っていかなくてはならない。しかし夫の体が見つからなかったこともあり、書類上は行方不明の扱いにされ、遺族年金を受け取ることができなかった。私は慌てて仕事を探さなくてはならなくなったのだ。そんな私を心配して両親は実家にやってきたらどうかと言ってくれた。夫と暮らしてきた部屋を解約するのは心苦しかったが、息子の教育環境を整えるためには仕方ない。私は夫の荷物は義実家に引き取ってもらい、息子を連れて実家に帰った。そしてすぐに仕事を探し、いろんな求人に応募した。すると今までの仕事の経験を買ってくれたのか、実家の近くにある小さな会社が私を雇ってくれたのだ。最初は契約社員としての採用で、その後能力次第で正社員に上がることも可能とのこと。私はまず仕事にありつけただけでもありがたいと思い、一生懸命働いた。夫を失った悲しさに突然襲われて、何でもない時に涙が出ることもあったが、それでも息子を養わなければならないと自分に言い聞かせて、自分を奮い立たせた。両親の助けも得つつ、私はシングルマザーとして頑張って働いた。なんだかんだで日々は過ぎていき、夫が亡くなってから2年が経っていた。仕事は順調で、私は数ヶ月前から正社員になった。給料も上がり、福利厚生もしっかりとしているので、本当にありがたい。そして、なんとか安定した生活を手に入れた私。そんな中、ある日私のもとに警察から電話がかかってきた。もしもし、私、〇〇警察署の者ですが。警察？奥様のお電話番号でお間違いないですか？え？奥様と言われても夫は。私が亡くなった夫のことを思い出していると、警察の方はいきなりこんなことを言った。交通事故でご主人を緊急搬送しました。は？一体この人は何を言っているのだろうか。つきましては〇〇病院の方へ至急来ていただきたいのですが。どんどん話を進める警察の方、私はそれを遮ってこう言った。夫は2年前に亡くなったのですが。え？ですから夫は2年前に海外で命を落としてるんです。警察の方は困惑している様子だ。だがこちらもこんな電話をかけられても困る。ですが上村祐樹さんの私物を確認したところ、免許証に緊急連絡先が書いてありまして、その番号にかけたのですが。え？私は一体どういうことなのか分からず、とりあえず病院に行くことに。名前は確かに夫だし、運ばれた人は夫の免許証を持っていたことになる。そして私が病院にたどり着くと、すぐに病室に案内された。そこには治療を終えてベッドの上で眠っている男性がいたのだが、それは紛れもなく夫だったのだ。私は目を疑った。死んでいるはずの夫がどうしてここに。こちら旦那さんでお間違いないでしょうか。はい、間違いなく夫です。亡くなったと聞いていたのにどうして。私は訳がわからなかった。夫がなぜ生きているのかも、そして日本にいるのかもわからないし、さらにはどうして死んだなんて嘘をついたのだろうか。いろいろと聞きたいことがあったが、夫は車の衝突事故で大怪我をしたらしく、現在は安静状態で眠っている。目が覚めたら夫に話を聞かなければ。でもとりあえずは義両親に連絡をしよう。私は義両親に電話をした。すると義両親は驚きすぎて言葉を失っていた。そしてすぐに病院に来てくれることに。だが義両親に電話をして病室に戻ると、見知らぬ女性が勇気と言いながらベッドで眠る夫に抱きついていた。私は一体どういうことだろうと、その光景を見ながら固まってしまった。私はとっさにその様子を動画に撮った。女性は病室には自分たちしかいないと思っているようで、眠っている夫に向かって一人でに話しかけている。私はあなたと結婚するために一緒に日本に戻ってきたのよ。もう2年も経ったからきっと奥さんも離婚の手続きをするだろうって言ってたじゃない。それなのにその前に亡くなるなんてダメだからね。
私は耳を疑った。そして全てを悟った。夫はこの女性と一緒になるために自分が死んだと見せかけたのだ。仕事も辞めて親も騙してこの女性と駆け落ちをしたということだろう。私はどうしようもない怒りでいっぱいになった。すると夫が目を覚ました。勇気。おお、香織。よかった、目が覚めて。俺は一体。あなた、車の事故で重傷を負ったのよ。あ、思い出してきたよ。急に対向車が突っ込んできて、それで。本当に助かってよかった。GPS であなたのスマホの位置を確認したら病院になってて慌てて飛んできたのよ。そっか、心配かけてごめんな。夫と香織という女はそんな会話をしていた。女性の方がすぐに医者を呼んでくると言ったので私は身を隠した。そして医師が夫の状態を確認し病室から出て行ったのを見て私は中に入った。ユキ、久しぶりね。私がそう言いながら入ると夫がぎょっとした様子で私を見た。女の方は誰？と夫に聞いている。私は女に向かってどうも、はじめまして、ユウキの妻ですと挨拶をした。え？香織と呼ばれていた女は顔を青くしている。あ、葵、久しぶりだな。そうね、あなた黒魔術師だったのね。え？だってサメに食われたのに生き返ったんでしょ。それは。夫は自分が2年前に同僚につかせた嘘を思い出したようだ。一体どういうことか説明してくれる？2年前、同僚に嘘をつかせて、会社の人間も私もご両親も騙して何をしてたか。まあ、そこの女を見る限り容易に察することができるけど。私がそう言うと、夫は必死で取り繕った。待ってくれ。お前は何か勘違いしているぞ。勘違いって何かしら？彼女はただの仲のいい友達だ。当時海外勤務で忙しかった時に知り合ったんだが、仕事についての相談に乗ってくれていたんだ。へえ、不倫相手かと思ってたわ。そんなわけないじゃないですか。夫の嘘に香織も乗っかる。だが彼らは私が先ほど動画を撮っていたことを知らない。二人が不倫を隠していることは明白だった。それじゃあ、これはどういうことかしら。私はさっきの動画を見せた。そこにはバッチリ、香織が不倫を証明する発言が残っている。これって、こんなの隠し撮りしてたなんて最低。最低なのはどっちよ。たくさんの人を巻き込んで悲しませて、自分たちが犯した罪の重さをちゃんと自覚しなさい。あんたたちがやったことの方が最低よ。私が声を荒げると夫と不倫相手がひっと怯えた声を出した。そしてそのタイミングで義両親がやってきた。おい、ユキ、一体どういうことなんだ。父さんに母さん。あんた何をやってるのよ。義両親の登場にビビる夫。全部ここに来る前に葵さんから聞いたわよ。お前がしたことは最低だ。死んだと見せかけて駆け落ちをするなんて何を考えてるんだ。ごめんなさい。夫は言い逃れができないと思ったのか降参したようだ。香織との不倫を認め、慰謝料を支払いたくないがために同僚に協力してもらって死んだことにしてもらったそうだ。私は夫にとことん呆れた。そしてこれ以上はもう会話もしたくなかった。後の説教は義両親に任せることにして、私は法的手段を取ることに。まず弁護士を通して夫に離婚を要求。さらに夫と不倫相手に慰謝料を請求。夫には養育費ももちろん請求した。そして夫のためにわざわざ行った葬儀費用も請求。財産分与として住んでいる家の権利と本来なら家に入れるはずだった2年間の生活費も請求した。夫はさらには前の会社も騙していたとして損害賠償を請求されたようだ。現在の夫の借金はそれこそ死にたくなるようなくらい多額のものになっているだろう。義両親が夫の代わりに立て替えてくれたが、私の請求だけでも養育費を含めて1000万以上になる。それにプラスして前の会社からの損害賠償もあるから、一生かかっても支払うことができない額だと思う。義両親も私への支払いは立て替えるが、損害賠償は立て替えるつもりはないと言っていた。
だから夫はこれから必死になって返済をしていかないといけない。そんな借金まみれの状態なので、不倫相手にもあっさりと振られてしまったそうだ。まあ、私にはもうどうでもいいことだが。一方、私は相変わらず実家で両親と一緒に息子の成長を見守る日々を送っている。慰謝料と養育費は息子の将来の学費のために貯めて、今は仕事を一生懸命に頑張って息子の生活を守っていこうと思う。自分から海外出張を望んでおきながら仕事と人生を棒に振るようなことをして本当にバカな夫ですね。主さんはこんな男と縁を切って正解だと思いますし、そもそも一人でも十分に息子さんを育てることができていたので何にも問題はないと思います。これからもご両親と協力しながら可愛い息子さんの子育てを頑張ってくださいね。主さんの人生が幸せになることを願っています。どうして私たちがお父さんの面倒を見なきゃいけないのよ。年寄りの面倒を見るのは貧乏夫婦の仕事よ。傷の舐め合いができてちょうどいいじゃない。そう言って義士は私たちに義父の世話を押し付けた。二人ともいろいろと迷惑かけてすまなかったな。実は黙っていたが本当は。病気で弱り切った義父はベッドで横になりながら私たちに衝撃の事実を伝えた。私の名前はかすみ、27歳の事務職員だ。夫の健三とは結婚してちょうど1年が経つ。新婚なだけあって私たちはとても仲が良くて幸せな日々を送っている。私と夫は友人の紹介で出会った。きっとかすみに会う人だと思うんだよね。そう言われて友人と健三の3人で会ったのだが、私はすぐに彼に惹かれた。優しいし、笑うと顔がくしゃっとなるところが可愛いし、やたらと波長が合うし、顔も好みのタイプだ。そして彼も彼で私に惹かれたらしい。声とか雰囲気とかすごく好きだし、一緒にいてとても落ち着く。なんだか初めて会った気がしないな。そんなことを言ってくれてとても嬉しかったし、私も彼とは初めて会った気がしなかった。私たちはすぐに二人で会うようになり、そして交際をスタートさせた。私たちの相性は本当に良くて、ただ一緒にいるだけで楽しかった。だから結婚を決めるまでもとても早かった。私たちは交際を始めてたった1ヶ月で結婚をした。きっと一般的に見たらとても早いだろう。でも私たちには十分すぎる期間だった。彼とは食の好みが合うし、そして彼は家事をちゃんと分担してやってくれる。一人暮らしの期間が長いから料理もできるし、掃除もちゃんとできる。だから私は全くストレスを抱えることなく、負担のない生活を送っている。夫は工場で一生懸命働いている。手先がとても器用だからか料理も上手で、私は夫の料理がとても大好きだ。波長が合うから私たち夫婦はとても平和で幸せな日々を送っていた。そんな風に楽しい時間を過ごしていると、あっという間に月日は流れていき、すぐに結婚してから1年が経った。これからもずっと夫と仲良く2人で幸せな日々を過ごしていくのだろうと思っていたのだが、予想外の出来事が起きた。それは義父が倒れてしまったことだ。義父は現在70歳なのだが、若くからずっと肉体労働をしていたことから体にガタが来てしまっているようだ。現在は介護が必要な状態になっており、義父の世話をどうするか私たちは義家族で話し合うことになった。とは言っても私たち夫婦と義士のあゆみさん夫婦の私たち4人での話し合いだ。義母は数年前にすでに他界していて、だから義実家で一人で暮らしている義父について子供たちで話し合う必要があったのだ。だが私はあまりこの話し合いには乗り気じゃなかった。というのも義士のことが苦手だったからだ。義士は私よりも5歳年上の32歳なのだが、彼女は私や夫のことを会うたびにバカにしてきた。工場勤務の弟と結婚するなんてどんな物好きかと思ったら、地味な事務職員って聞いて納得したわ。私とえらい違いよね。私は大学を卒業して会社員になってるし、夫だって同じく大卒の会社員だからね。あんたたちはなんていうか最下層の夫婦って感じ。
負け組って言葉がお似合いのカップルよね。李氏は私と夫が結婚をする際の両家の挨拶でそんな発言をしたのだ。その時は私も夫も絶句してしまった。私の両親も目を見開いて義氏のことを見ていた。義父がすぐに怒鳴りつけてくれなかったら相当ひどい空気になっていただろう。だから私も夫も義氏とは話したくなかった。でも義父のことはちゃんと話し合わなければいけないと思い、私たちは義氏に連絡を取ったのだ。家族でどうするか決めるのは義父が入院している今しかない。私たちが大事な話があると言って義氏夫婦を呼ぶと、二人はものすごく面倒くさそうな顔をしてやってきた。こっちは暇じゃないんだからさ、わざわざ呼び出すようなことしないでくれる？義氏は来た瞬間に悪態をついてきた。夫はそんな義氏に反応したら負けだとスルーしてすぐに本題に入った。父さんが倒れたことは知っていると思う。そして今後介護が必要なことも。それでこれから父さんの世話を誰が見るかということについて話し合いたいんだ。夫がそう言うと義氏は目を見開いてこう言った。どうして私たちがお父さんの面倒を見なきゃいけないのよ。私たちは絶対に嫌よ。毎日年老いた死にそうなジジイと一緒に暮らすなんて。え？私は耳を疑ってしまった。仮にも自分の父親だぞ。そして義母がいなくなった今、唯一の親じゃないか。どうして年老いた死にそうなジジイだなんてひどい言葉を言えるのだろうか。姉さん、そんな言い方はないだろう。父さんは姉さんのことも俺のこともとても大事にしてくれていたじゃないか。そんなの親なんだから当然でしょ。子供を大事にしない親なんて最低よ。言葉だけ見たら力強く正義を掲げている感じだが、義氏の発言はただの恩知らずだ。年寄りの面倒を見るのは貧乏夫婦の仕事よ。傷の舐め合いができてちょうどいいじゃない。あんたたちはうだつの上がらない人生、そしてお父さんはただ死に行くだけの老いぼれ人生。お互いに不安しかない者同士、いろんなことへの愚痴を言いまくって親しくなればいいわ。そう言って義氏は私たちに義父の世話を押し付けた。もういいよ、俺たちが父さんの面倒を見る。姉さんに任せるわけにもいかないしね。任されてもやらないわよ。私たちはあんな老いぼれを相手にしている時間はないの。介護はあなたたちのような暇な貧乏人の仕事。ようやく立場の違いを理解できたかしら。相変わらずひどすぎる性格だ。義氏はやたらと学歴とか肩書きを気にするタイプで、自分よりも地位などが低い者に対してものすごくきつく当たるのだ。夫も義氏の発言に呆れている。もう分かったから、父さんのことそんなに嫌いだったんだね。当たり前でしょ。地味な仕事をして冴えない父親だったわ。公務員は別に地味じゃないでしょ。会社の企画開発部にいる私からしたら地味よ。私は毎日アイデアをひねり出して企画を考えてるのよ。私みたいなクリエイティブな仕事をしている人からしたら、お父さんの仕事なんて地味。地味な工場勤務と事務職をしてるあんたたちとそっくりよ。義氏は必ず最後に私たちを罵倒しないと気が済まないらしい。義氏の旦那は義氏の金魚の糞という感じで、ニヤニヤしながら義氏の発言にうんうんとうなずいているだけだ。私たちは最終的に義氏の悪口を適当に聞き流して話し合いを終了させた。そして後日義父のところに行き、私たちが同居して介護をすることを報告した。義父は自分が迷惑をかけていることをとても申し訳なさそうにしていた。本当にすまない、健三とかすみさんは結婚したばかりなのに。そう言って謝る義父だが、私も夫もそんなことは気にしていなかった。義父はとても優しい人だったから、私は義父と同居することに何の抵抗もなかった。お父さん、そんなこと気にしないでください。そうだよ、俺たちはちゃんと話し合って父さんと一緒に暮らすって決めたんだから。二人とも本当にありがとう。こうして私たちは義実家に移り住み、義父との同居生活をスタートさせた。夫は自分が工場の仕事の時間を短くして義父の介護を中心的にやってくれると言った。そのため私は家事を中心的にやるようにし、あとはお互いがバランスよくサポートし合いながら介護生活を送っていた。義父は義母が亡くなってから一人きりだったから、
私たちと一緒に暮らすことができてとても嬉しそうだ。こうやって誰かと一緒に食事をとることができるのは本当に幸せだよ。ケンゾーもカスミさんも本当にありがとね。ギフは本当に優しい人というか律儀な人で、毎回こうやって私たちに感謝の気持ちを伝えてくれていた。だから私も夫もギフの介護をすることが何の苦でもなかった。しかし私たちの思いとは裏腹にギフの体調はどんどん悪くなっていった。そしてある日、とても辛そうにしているので病院へ連れて行ったのだが、そこで医師からまさかの発言が。お父さんは癌に侵されていますね。え？それは私たちにとってあまりに突然のことだった。あれだけ懸命に介護をしていたのに、まさか癌にまでなってしまうなんて。癌はだいぶ進行していて、手術で取り除いても転移をする可能性が高いらしい。私たちはできれば手術をしてほしいと思っていた。それでギフが長生きできるのならそうしてほしい。だがここで義士夫婦が話に割って入ってきた。私たちがギフの状態について説明すると、義士はあろうことか手術は受けさせるなと言い出したのだ。夫がどうしてかと聞くと驚きの発言が返ってきた。だって手術費用を支払ったら私たちがもらえる遺産が減るじゃない。どうせもう年も年で、あとは死に行くだけなんだし、無駄金使うことなんてないでしょ。これには夫も私も我慢の限界だった。いい加減にしろ。いくらなんでもその発言は人としておかしいぞ。それでもあんたは人の子なのか。自分のことしか考えてないゼニゲバが。あんたが娘で父さんも母さんも恥ずかしかっただろうな。夫がそのように言うと、義士は顔を真っ赤にさせて怒った。はあ？あんたみたいに低学歴のやつが何生意気なこと言ってんの。お父さんたちは私のような優秀な子をモテて鼻が高かったでしょうよ。恥だと思われているのはむしろあんたよ。最後くらい媚び売ってお父さんに気に入られれば。もういい。姉さんには何を言っても無駄なんだね。私たちと義士夫婦の話し合いはいつもこのようになってしまう。だからもう話し合いはやめて、私たちがギフと相談して今後のことについて全て決めることにした。ギフに義士夫婦との話し合いについて報告すると、ギフは深くため息をついた。あいつは昔から周りをけなすことで自分が上だと思おうとしていたからな。そこの部分も何度も注意して聞かせたんだが、やっぱり変わらなかったみたいだな。ああ、そういうことをしてしまうのは本当は自分に自信がないことの裏付けみたいなもんなんだが、こればかりは自分自身で矯正していかないと、周りがいくら言ったって本人の耳には届かない。ギフの言葉に私も夫も胸が痛んだ。こうやってギフは義士のこともちゃんと考えて愛情を持って接していたのに、どうして義士はあんなにもひねくれてしまったのだろうか。その後ギフは入院生活を送ることになったのだが、義士夫婦は全く見舞いに来なかった。私と夫は毎日病院に通い、ギフの様子を見て、そしてたわいもない会話を楽しんだ。だが日に日にギフは弱っていった。夫は義士とは関わりたくないと思いながらも、ギフにとっては大事な娘なのでその都度近況報告をしていた。だが義士からは返事は一切なかったし、その後も結局見舞いには来なかった。そしてギフの体調はいよいよ限界まで来てしまい、もう余命があとわずかな状態に。私と夫はギフの最後が近いことを悟った。そんな中、ある日ギフは私たちに話があると言った。一体何だろうと思い、私と夫は椅子に座りギフを見る。二人とも、いろいろと迷惑かけてすまなかったな。実は黙っていたが、本当は。病気で弱り切ったギフはベッドで横になりながら、私たちに衝撃の事実を伝えた。え、それ本当なの？ああ、私からの二人への感謝としてそれを受け取ってほしい。私たちはとても驚いた。最初はそんなのもらえないと遠慮したが、ギフがどうしても受け取ってほしいというので、私たちはギフの思いとして受け取ることにした。後日見舞いに行った私たちが病室でいつものようにギフと話していると、義士夫婦が慌てた様子でやってきた。ちょっと、遺産の話って何？私たちにはいくらくれるの？
岸夫婦は遺産の話と聞いて恥ずかしげもなくやってきた。今までは一度も義父の見舞いに来なかったくせに。私も夫も内心呆れ返っていたが、これは私たちの作戦でもあった。義父は義士に向かって遺産の説明をした。私の遺産は500万円とあの実家の家くらいしかなくてな。義父がそう言うと義士は、じゃあ私たちが500万でこいつらが実家の家ねと義父が話を終える前にそう言った。だってこいつらはあのボロい家に住んでたんでしょ。だったらそのまま相続して住むのがお似合いよ。義士はまたも私たちを見下す発言をした。すると義父は、そうか、それならまあ仕方ないと言った。あの家は古くても立地とかがいいから査定では1500万以上で売れるみたいなんだがな。その言葉に義士夫婦の目の色が変わった。ちょっとそういうことを早く言ってよね。それじゃあ私たちがあの家を相続するわ。あんたたちには500万をやるわ。文句ないでしょ。義士はそう言って私たちを睨んだ。夫はため息をつきながら、ないよ、好きにすればと冷たく返した。義士夫婦はニヤニヤしだして、あの家売ったお金で高級車でも買いましょうよなどと話していた。まだ義父は亡くなってもいないのに、なんて不謹慎なのだろうか。遺産についての話を終えると義士夫婦はさっさと帰っていった。義父は義士の銭ゲバぶりと自分のことを全く心配していないのを見て少し寂しそうにしていた。あ、私には健三とかすみさんがいてくれたら幸せか。二人とも本当にありがとう。義士は屈託のない笑顔で私たちにそう言った。それから一週間後、義父は息を引き取った。私と夫は悲しみに暮れながらも義父の葬儀の手配や準備からすべて二人で行った。義士夫婦は手伝うこともせず式にだけは参加し、式が終わると私たちのところにやってきて、あの家は私たちのものだから早く出て行ってねと言って早々に帰っていった。ここまで性格がねじ曲がっていると、もう何も言われてもダメージにならない。逆に義士という人物が哀れだなと思ったほどだ。それから私と夫は義父の遺品整理を済ませて荷物をまとめて義実家から出て行った。そして引っ越しを完了して荷ほどきも終えた頃、義士から夫の元に電話がかかってきた。ちょっとどういうこと？あの家を査定に出したら10万にもならないんだけど。義父はとても慌てた様子でそう言った。夫は冷静に、へえ、そうなんだ、と返した。何がへえよ。こっちはお父さんが1500万以上で売れるって言ったから相続したのよ。こんなのありえないわ。スピーカー状態にしているのだが、スピーカーにしなくてもいいほど義士は大声を出していた。そんなこと言われても仕方ないだろう。父さんがうっかり間違っちゃっただけなんだから。それを鵜呑みにして相続したのは姉さんなんだから自分の責任だろう。せっかくならその家に移り住めば。ふざけないで。こんなボロい家に住むなんて嫌よ。じゃあ10万で売るしかないね。納得いかないわ。あんたが相続した500万を私たちにも分けなさい。今更何言ってるんだよ。姉さん忘れたの？相続したものについてはお互いに後で分与などの要求は一切できないって念書を書いたことは。だから俺たちが父さんからもらったものは絶対に姉さんのものにはならないから。どうしてこうなるのよ。義士は電話越しにわめいていたが、本当にいい気味だと思う。夫はもう話すことはないので、そっと電話を切って義士の番号を着信拒否にした。ちなみに私たちが義父からもらったのは500万だけではない。実は病室で義父から伝えられた話というのは、義父の遺産が5000万以上あるということだった。だが遺留分なども考えると、このままだと自分を存在に扱った義士にも大金が渡ってしまう。そこで義父はマンションを一括購入して、それを夫の名義に変更することを提案してきたのだ。私と夫はそんなのもらえないと言ったが、義父がどうしてもちゃんと感謝の印として受け取ってほしいと言ったので、私たちはマンションの一室を義父から受け取ることにしたのだ。義父はすぐに5000万もするマンションの部屋を一括購入してくれて、それを夫の名義に変更してくれた。そして義士にはそれを悟られないように
あのような遺産の話をして義士夫婦には実家の家だけを相続させたのだ。義士夫婦は私たちのことをきっと今も残念な貧乏人たちとでも思っているだろうが、私たちは今義士夫婦の住んでいる家よりもはるか快適な部屋に住むことができている。ちなみに義士は夫のことをただの工場勤務だとバカにしていたが、夫は手先が器用で工場の仕事を好きでやっているし、しかも個人での革製のバッグだったり小物入れなどの製品を作っていて、それを実際に販売している。最近はそっちの方の売り上げがかなりいいので、義士夫婦よりも夫は収入が上だ。でも別にこのことについて私たちは義士夫婦に言うつもりはない。そうやってマウントを取ったところで何も意味がないからだ。それよりも私たちはもう義士夫婦と一切関わることをやめて二人の結婚生活に集中することにしている。その方がはるかに幸せを感じられるからだ。今日も私たちはお互いのことを思いやって楽しい一日を過ごそうと思う。自信がない人ほど周りと比べて自分より下だと思う人を叩いて自尊心を保とうとしますよね。でもそういう人こそ結局いつまで経っても成功しない気がします。主さんと旦那さんはそういったことに縛られないからこそ幸運や成功というものに導かれているのだと思いますね。これからも仲のいい夫婦でいながら幸せな日々を送ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。